こんばんは、五十嵐レイです。今週は今年から G1 へ昇格となった大阪杯の前哨戦となる金虎賞が中京競馬場で開催されます。今回は移設初年度ということもあり、別定重量の G2 として行われる金虎賞は格付けと負担重量の決定方法がちょっと違うのがポイントとなりそうです。今回はコース適性と距離適性に注目した競馬予想をお届けしたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。本命に選んだのはステファノスです。香港カップを3着に好走したディープインパクト3区の馬、鋭い差し足が魅力の馬なので、この馬にとって前走の香港カップはあまりコンディションのいい馬場ではなかったのですが、その中でも3着に好走したのは評価ができると思います。コンディションのいい開幕の馬場と最後の直線が長い中京コースはこの馬にとって大きなプラス材料になると見て本命に選びました。大舞台で活躍している馬なので、そろそろ欲しい重賞2勝目に期待しています。対抗には里野ノブレスです。重賞を4勝しているディープインパクト3区の馬、金虎賞とのレース相性も良く、3年連続馬券に絡んでいる馬なので、開催移設となった今回こそは金虎賞制覇を達成してほしいなと思います。距離適性、コース適性から見てもベストな環境で戦えるので、あとは両馬場で勝負ができればさらに期待ができそうです。そして山勝エースです。去年の金虎賞を優勝したキングカメハメハ3区の馬、前走の有馬記念でも4着に好走しているように、 G1 クラスでも通用する能力は持ち合わせているので、今回のメンバーなら上位争いは十分に考えられそうです。ここでしっかりと勝ち切ることができれば今年の G1 制覇をする可能性も見据えておきたい一頭だと思います。次に選んだのはルージュバックです。毎日王冠を制覇したマンハッタンカフェ3区の馬、一時は怪物牝馬と呼ばれたほど牡馬相手でも戦える強い馬でしたが、気象的にも難しい部分があるのでなかなか勝ちきれない時もありますが、府中の 1800m を得意とする馬なので、左回りの中京コースなら展開次第で馬券圏内に飛び込む可能性はあると見て選びました。鞍上にも戸崎騎手が予定されているのもプラス材料だと思います。それからプロディガルさんです。東京新聞杯を2着に好走したディープインパクト3区の馬、前走の東京新聞杯では5番人気でしたが、2着まで粘り込み、その時の3着がエアスピネルと考えると高く評価したいレース内容でした。相手なりな競馬で勝ち切るには至らないことが多いので評価を下げましたが、しっかりと集中して走ることができれば不気味な一頭と今回もなりそうです。では今回は以上の5頭を馬単マルチの軸馬に本命のステファノスを選びました。相手が4頭の8点と3連複の5頭ボックス10点、合計が18点で的中を狙いたいと思います。今週は中山牝馬ステークスとフィリーズレビューの競馬予想も配信しておりますので、もしお時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。それからこの馬場 .jp がお届けするゲートウェイも皆様に支えられて、なんとチャンネル登録が4000人と、そして100万回再生を突破することができました。いつもご覧いただいている皆様ありがとうございます。今後も皆様と楽しめれるような競馬予想動画を配信していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。そして今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。